皆さんこんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。今日のテーマは荷作りについてです。皆さんは荷作りが得意ですかそれとも苦手ですか 私は多分得意な方だと思います。私は今、九州への旅行に向けて荷作りをしています。昨日から荷作りを始めたのですが、まあ、少しだけですね、今。パッキングするものを 集めました。残りのものは前日や当日でないとそのバッグの中に入れることができません。なぜなら毎日使っているものだからです。なので、まあ、旅行の前日ではなく 早めに荷作りをしたいなと思ってはいるんですけれども、それができないので、今は、まあ、進んでいない、荷作りが進んでいない状況ですね。私の母は、一週間前に荷作りをしています。いや、もっと前ですね。 二週間前から、その旅行が始まる二週間前から荷作りを始めています。そんなにも早く取り掛かって何ができるんだろうと私は思うのですが、まあ、そういう人もいるようです。そして私も以前は早めに荷作りを 始めていましたそして昔は一泊の旅行でもかなりの荷物でした。そんなものまで持っていくのかというものも準備したりして、まあ、昔は旅行に行ったりまあどこか 別の場所に泊まるというのは大変でした。ですが、今は、まあ、海外留学を終わ,終わった後、海外留学をした後は、まあ、荷造りがだいぶ得意になりました。もう今だと、一泊だけなら、もうリュックサック一つで、 小さいリュックサック一つで行けます。そして実家に一週間帰るときもリュックサック一つで帰ったりしています。意外と旅行先で使う荷物は限られています。そんなに色々なものを持って行ったとしても結局使わずに 持って帰るだけということもよくありますなので今回の旅行も必要最低限のものだけをパッキングしたいなと思っています皆さんは荷造りが得意ですかそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います If you want to help us continue to create podcasts like this, please consider making a small monthly contribution at sakratips.com. You can get Japanese chair twice a month. Check the description box.